ドームマイナス0、ドームマイナス0、ドーム0は日本の自動車会社ドームが試作したミッドシップスポーツカーである。1978年の第48回ジュネーブモーターショーで初公開された。本校では追加試作型のドーム P-2 についても説明する。1960年代に京都府でレーシングカーコンストラクター、マクランサを営んでいた。 林実がスポーツカー製造計画を立ち上げ、1975年に林の自宅で開発プロジェクトがスタートした。林のいとこである林昭一が経営する林レーシングのホイール商品がヒットしたことから、プロジェクトの準備資金が投資された。当時のレース界は海外製マシンの河川により、国産コンストラクターの多くが挫折し始めていた時期だったため、 日本のレース界を代表するメンバーが参加した。ボディデザインは、林みのると、由良拓也、ムーンクラフト代表、モノコックは、三村健二、現 MIM デザイン代表、サスペンションは、小野正明あ東京 R&D 代表が K を担当した、三村と、小野は、牧きや小島の F1 プロジェクトを経て合流。年頃から、スタイリングの研究が始められたが、 この頃から作業の中心は大阪府の林レーシングの工場に移った。集まったスタッフは大阪の工場外にアパートを借りるも家に帰るのは風呂に入りに帰る時のみというようなハードスケジュールで開発を進め、開発を開始した当初は4人見た既婚者全員が妻に逃げられたという。ボディの加工作業では FRP 特有の匂いをガス漏れと勘違いされ、 近隣が一騒動になった。制作開始から1年3ヶ月ほどをかけ、1978年、初頭に試作者、プロトタイプドームマイナス霊が完成し、林実が代表を務めるドームが設立された。1978年3月、スイスで行われた第48回、ジュネーブモーターショーで例が初公開された。当初、展示場所は、会場の片隅だったが、 メディア公開日における反響が大きく、主催者の計らいで会場の目抜き通りにスペースが与えられた。日本の無名のメーカーが生み出した諸女作は注目を集め、市販価格も発表していない段階で、ブルネー王室やアクションスターのジャッキー・チェン、メジャーリーグ選手のレジー・ジャクソンなどから20件近い予約オーダーが寄せられた。 当時スーパーカーブームは下火になりつつあったが、自動車排出ガス規制が厳しかったため、例の登場は大いに話題となった。例は、ロータスエスプリをはじめとする、操作性に優れ俊敏に走る、中型スーパーカークラスの性能で、価格も1000万円程度を想定していた。ジュネーブ賞発表後、国内の形式認定を取得するために、様々なテスト走行が繰り返された。 しかし、国内での形式認定取得を前提に放棄に、合わせて制作されていたにもかかわず、管轄の運輸省、原国土交通省は許可どころか、申請さえ受け付けなかった。そのため、アメリカで認定を取得すべく、ドーム USA を設立し、アメリカの放棄に準じた仕様の追加試作者ドーム P-2 を開発することになった。市販化が難航する一方、 例の反響はドームに思わぬ副収入をもたらした。関連商品が大ヒットしたため、プラモデルやラジコン模型自動車からスーパーカー消しゴムに至るまで200種類も商品化申請が寄せられ、現在の貨幣価値で10億円ほどのロイヤルティ収入があったという。これを元手にドームは京都府内に本社施設を構えた。ガングメーカーは2匹目の土壌を狙い、 ドームへ、新型車を作ってほしいとリクエストした。林代表は、次も、スポーツカーではインパクトがない。レーシングカーにしようと逆提案し、憧れのルマン24時間レースへの参戦を宣言、ロイヤルティの前払いを受け、全車を上げて、フォードコスワース DFV エンジンを搭載した。 フットタイプレーシングカードーム -0RL フォードの製作に取り掛かり、1979年のルマン24時間レースに参戦した。その結果、P-2 の開発は置き忘れられ、市販化計画は立ち消えになった。1980年代以末、ドームは、ワコールやスバルとジョイントして、行動版、カイ,イチカー、ジオットキャスピタを開発したが、 エンジンの変更やバブル景気の収束により市販化に至らなかった。林は2012年にドーム代表を退いた後、カーデザイナーとしての最後の作品として、スポーツカープロジェクト遺作、遺作に専念することになったが、これも開発断念に追い込まれている。ドームの名を売り出すインパクトを狙って、世界一全高が低い車というコンセプトを掲げた。 当時アメリカ合衆国に全高 1000mm の車があると聞き、それを下回る 980mm に設定した。平面的なウェッジシェープ、くさび型ボディを特徴とするが、完成車は室内が非常に狭くなり、身長 175cm 程度がまともに乗車できる限界となって知った。シャシーは複雑な形状を持つスチールモノコック、サスペンションは 前後ともダブルウィッシュボーン、コイル、ブレーキはガーリング製で、フロントがベンチレーテッドディスク、リアはインボードタイプのソリッドディスクを採用した。足回りはピースのアロイホイールにピレリピーロックという組み合わせだが、フロントが185、60VR13、リアは255、55VR14 と前後でかなりサイズが異なった。 エンジンは2.8リットルの日産 L28 型水冷直列、6気筒サイチェシ C エンジンをミッドに横置き搭載し、ZF 製5速 MT が組み合わされた。このエンジンはサイズが大きく、重量も重かったが、国産技術にこだわっていたため、他に選択の余地がなかったという。ボディパネルは軽量な FRP 製。ヘッドライトはリトラクタブルヘッドライト。 ドアはガルーイングドアだが、ポップアップ式である。サイドウィンドウははめ殺しだが、ドアのアクリルがスライドをすることにより開閉が可能となっており、高速道路などの料金所では、ここが使用される。ラジエーターの熱気を逃がすために、ボンネットにはダクトが開けられている。ドア後方にあるインテークは、エンジンルームの冷却用で、左側2つ、右側1つとなっている。テールランプは専用のもの。 室内は直線を基本に設計されている。ステアリングホイールは皮巻きだが、逆 V 字型スポーク下側部分のみプラスチック。メーターは国産車初のデジタル表示で、ドライバーの手の動きを赤外線センサーで感知して、ウィンカーが点滅するなど、近未来的なイメージとなっている。室内にバックミラーはなく、ビタローニ製のサイドミラーでしか確認できない。例は、 小モデルの1台のみが製作された。エンジンが故障しているが、2006年時点では、前原市にあるドームの風土施設、風流車内の倉庫に保管されていたほか、2016年5月には、ドームの新しい本社社屋に移され、エントランスホールで展示されている。なお、ドームの協力により、2003年6月に開催された、イベント、スーパーカー・スーパーカーに、特展示された。 ドームマイナス例のアメリカ合衆国での認定取得を目指して例をベースとして新たに設計された。一見例との違いはほとんどないように見えるが、日本とアメリカ合衆国の保安基準は大きく異なるため大幅に修正が加えられている。ボディが若干大きくなり、サスペンションのウィッシュボーンはチューブからスチールプレスへと変更された。フロントバンパーも大型化され、 取り付けも高い位置へ移動されたが、取り付け位置を変更するだけでは、全体のデザインに狂いが生じてしまうため、ボディパネルは新たにデザインされた。そのため、レートのパーツの互換性はない。ヘッドライトの高さも修正されており、周囲のデザインも変更されている。タイヤは HR 規格になり、リアのサイズが変更され、これと同時にシャシーをスチールモノコックから、 交換スペースフレームに変更し、インテリアも簡素化されるなど、コストダウンも図られた。ホップアップ式のガルーイングドアは、例よりも少し外側に向かって、開くよう変更された。例では、オーバーヒートに悩まされたため、大容量のラジエーターと2機の電動ファンが、フロントに収められた。これにより、ラゲッジルームはなくなった。2台が製作され、写真ナンバー1号車は、 ライトグリーン、2号車はレッド。ライトグリーンは、1979年5月のロサンゼルスオートエクスポ、11月のシカゴオートショーで展示された。市販化に向け、アメリカ合衆国や日本の行動、サーキットで様々な走行テストが繰り返し行われた。ほか、具体的なライバルに、フェラーリ308を想定し、実車を使用して様々な数値が比較された。 当初は日本とアメリカ合衆国向けにインジェクション仕様がイギリス向けにキャブレター仕様が研究された。パワー不足からターボ装着も検討されたが雰囲気に合わないことから中止された。2006年時点で風流車内の倉庫に保管されていたほか2016年に例同様に新車屋に移された。なお、レッドは実装可能な状態に保たれている。 ヒストリックカーレース参戦のため200年頃にフルリストアされており、林曰く単なる動体保存よりも状態は良い,いとのこと。実車の販売こそ見送られたが、国産車初のスーパーカーというインパクトが強かったため、当時メディアにも多数取り上げられた。そのため現在でも日本でのスーパーカーブームを代表する一台として非常に人気が高い。 ドームマイナス例のすべて、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。